月入る頃には満身創痍で人長毛の顔に面白いわ、はい、これが気象予報士の一番また人長毛が変わってきたもん。春だ、もうすぐ春だっていうのにすごく敏感になる。すごいでしょ、すごい気象予報士ってね、こんな風に季節を感じられるんです。なんで4月から始まるんだ春こそ、あの、はい、春の嵐って言いません？春の嵐はね、ちょっと通過しちゃったんです明治統一だね。そうなんですね。ということで、はい、気象予報士いいじゃん、結構できてんじゃないですか。すごいすごい、いやいや、そんなすごいめちゃくちゃ面白かったっすよね。よかったね。あら、今のやつ一番何も言わなくてもできてた。はい、またあの打ち合わせある場合は、ね、多分4月に入ってからいろいろと調整させていただいて、わかりました。打ち合わせか、その直前の宣伝用の生放送かになると思います。わかりました。じゃあまたその時、今田さんまたまた、よろしくお願いします。お疲れ様です。いやー、今村さんにもうちょっとゆっくり絡んでほしかったけど、すっげえ面白かった。ありがとうございます。塚さんだけどどうした？出てなかった。もう、これは…いや、もう全然、ね、なんか出来上がっちゃった。ただ1日のお仕事です。あと時間調整だけで。1年間を説明したんですか？1日の予報士さんと1年の予報士さん。気象予報士の1日と気象予報士の1年。そうですね、はい、それで魅力を伝えています、うん、きっとみんなちょっと自虐が強いかな。そっか、すごいいい仕事だと思うんだ。いや、だからその罵られるはやっぱたまににしましょう。あるいはもうあの1年の方だけでも結構十分いいかなっていう気はしますね、うんうん、ボリューム的にあの、うん、時間考えると、いや、だから皆さんとは違う季節の感じ方をしていますっていうのは一つのメッセージですよね。はい、まあ、それはすごくあります。で、一方でそんな気象予報士さんを私は増やしたいと思ってるからこういうこともやってるんだけど、その増やしたいのは何なんですかっていうのもちょっと欲しいかなっていう。増やしたいのは何なんですか？もう一回聞きますけど、なんで増やしたいんですかっていう。うん、まあそうですね、増やしたいのかな、面白くねっていうのをちょっと言いたいっていうのは、うんうんうん、いや、分かるよ、それは分かる、すごい分かる。増やしたいっていうか、予報士、まあ、最悪取らなくてもいいんだけど、うんうん、あの天気の話とかしてて、うんうん、なんかこう、もうそれこそサイエンスカフェ的に、なんか、へえと思ってくれる感じとかが好き、ね、その単純に、今日は雨だね、晴れだねだけで、うん、その最初の挨拶で終わってしまうにはあまりにもったいないぐらいこんな話があるっていうところだと思うんですよね。だから街角でね、おばさんたちがすれ違って、今日はさ、今日なんか不安定でねえから入って、なんかすげえ何このおばさんたちみたいな展開。なるほどなるほど、巨上昇流がちょっと簡単やね、トラブがとか、トリプルポイントがねえなんつって、なんだって今回の八丈島レジェンドからしてどうなのみたいな、また八丈島がさんたらさったら言ってどうなのっていうっていうレベルで話せる人が増えたらもっと会話に深みが出るじゃないかとか、うん、そうしたらプレッシャーでしょ、予測業務になってる人たち下手なこと言えないし。いや、でもプレッシャーでもあるかもしれないけど、ある意味その なんていうか一言言っただけで伝わることが増えるっていうのもありますよね。その共通言語は土台が上がるわけですから、うん、なんか分かんないけど、うん、その日本ってすごい面白い、日本の気象って何ですかって一言で言えないっていう面白さっていうか、うんうん、うちのね、実家はね、こんななのよって、大体みんな一つはエピソード持ってるじゃないですか、はいはいはい、それだけみんな天気に興味があるはずだから、うん、もう少し、なんか、街にそういう会話が溢れてる、興味で止まってるんですよ。そうですね、で、自分が感じた経験則で止まってるんですよ、うん、その経験則は、一体、その、なんていうかな、他とどう違うからこうなんだって言える、うん、その
どこに持っていけるかどうかがそれ気象学だと思う。そうですね、うん、で、あ、ここと一緒なんだっていうポイントを見つけれるのもやっぱ気象学だと思う。それは別な投資に行った時に、あなたとここは共有できるのねっていう部分を見つけることもあるし、あなたはこういうところで育ったからここが違うんだねっていうことを知る意味でもあるんですよ。で、俺は気象学っていう学術がなんで必要なのかは、そのいろんな意味があったかもしれないですけど、あの人はいろんな意味で自在性を手にしたかったんだろうなっていう、こうなんかこうただの自分の世界の狭い経験則の中だけで行くと、もう見知らぬ土地に行った時にいきなりもうとにかく知らないことだらけ、相手は同じなのか違うのかが見つけれない状態から始めなきゃいけないけど、その自在性をこう広げるっていうのは、どこに行ってもここは共通して必ず持ってるはずだとか、ここはこういう土地に来たからここは違うんだろうなってあらかじめこう理解できる、布袋作さんすげえみたいな話だと思ういうのが根本的なところかなって思うんですね。それ気象庁の部署で人事異動があるじゃん、うん、他の県の地方気象台に多分移りますから、そしたらそこの予報測のような経験って、はい、分かりましたそのあるよね、その話と本当にあるんですよ。共通するのはまあ雲の物理なり、その対流が起こるメカニズムとか、まあ、いろいろその辺は共通するけど、やっぱ地域特性が違うからその分それに対する予報測って違うわけですから、うん、その共通する知識があればいろいろ広がれる話になりますね、うん、そうね、だから共通言語って、そう、だから自在に他の土地に行っても通用するための共通言語として、ここは大丈夫、こう見て大丈夫で、違うところはその土地その土地のこういう部分しっかり見てこようみたいな、うんうん、その根元の部分が それこそ数式で書かれてる部分であり、パーセル君がセリフで必ず言うのは鉄板のストーリーはこれだよねっていうのは、もうそういうとこじゃないかなっていう気がするんですよ、うん、そうですね、うん、その通りです、ね、でそれをなんかその気象学っていう名前で名前をで呼んでますけど、そのなんか学問だからとにかく難しいことをやってるんだじゃなくて、いや本当に当たり前に共通して持てる常識ってここなんじゃないのっていうところをまとめてるだけの話です、文法で。いや、そういうことだと思う、だ方言はいろいろあるかもしれないけど、まあこの順番で50並ぶでしょみたいなとかそれは日本語であればこうでしょっていう、そこを言ってるだけの話だ。なんかそういうのが伝わってほしいなっていうのが、この僕はセッション全体としてこうなんか言いたいこと、でそれはなんか気象予報士の一年を通してでもきっと伝わるし、アラケンが作ってるキャラクターで言ってるセリフからもなんかにじみ出てくるし、 PM2.5 のキーワードから無理やり入って今村さんがとにかく地球に降りてくるまでの話も、あ、そう思えば別にそんなだからとものすごく遠い世界の話も別になんていうかぶっ飛んだ話じゃなくて、割と共通の言語で語ってる部分は割とあって、そうですね、専門家じゃなきゃ絶対分かんない話なんじゃない、なんかじゃなくて、うん、誰だって分かる部分は必ずあって、それは面白いんだっていう感じで、なんかそういう話がしたいです。僕はいや、ぜひしてください。今その山田さんの話聞いたじゃないですか。で、まあ、ダストストームとか、うん、ああいうなんかダストの気象学っていうふうに表現してましたけど、うん、それ、まあ、遠くからこうだんだん地球にやってくるっていうところはいいんですけど、うん、例えばその雲とか、うん、なんか どういう共感するような土台みたいなのって。どういうふうにつなげますか、順番くん次の人にどう受け渡すかと、まあ、それも含めて、うん、その PM2.5 だけだと多分普通の人ってそれ雲とどうなのっていうみたいな、私たちは学習やってる人は核形成がどうとか、うん、そういうエアロゾルの関係もまあ多少は分かってると思うんですよね、うん、
全然知らない人って、うん、なんだろうっていう風になると思う、ね、今村さんの前に何かがいるね。いやだから今村さんの前に話してもらう、こう どこの部分を話してもらうかっていうのでもいいと思うんですけど、うん、まあ、例えばその金星とかの、うん、雲に特化した話とか、ね、まあ、あんまり多分あの今日の後半の話みたいにこう土星とかって広げすぎちゃうと、うん、どこ行ったんだろうっていうふうになりかねないと思うかなと思います、うんうん、それはそうです、ね、なんか核は見つかったけど、その入り口にどう入るかと最後どう受け渡すかのところはちょっと考えたことですね、うん、そう入り口は森尾さんなんで、うん、だからそこ入り口、そう、森尾さんがどうイントロするか番組の始まりを森尾さんがどう始めるかっていうのは結構そのインチこれからの考えの次の考えどころかなって気がします。順番はこれもう決まって、いや決ま全然決まってない。でも逆にその地上の身近な話から行って、この話、あのさっき元さんが言ったみたいに、あの共通言語を探してるんだっていう話で、うんうんうん、でこれは別に地球だけの話じゃないんだっつって最後、はい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 、今村さんの話に持っていくっていう手もあるかな、まああるかなとは思う、うんうん、そう、あ、そうね、それもありですね。いや遠いとこまでつながるもんだなっていう、でも根っこはここだったよねみたいな感じがセッションとしては伝わるといいのかなっていう気が、そうです、はい、うん、だから逆に荒木さんの話から核とかそういう話で地理で違う宇宙の雲、ちゃんと核形成の話もするまあ核っていうかちょっとフレーズがあったりするとそのフレーズを 拾えるからっていうだけであって、別に核形成メインじゃなくていいんですけど、核形成の話もしてもいいですけど、落書きしてるし、おつまみ食ってゲロは、うん、そう、なんかそのおつまみによって寿命も変わるし、なんとかかんとか、ね、寿命も変わるし、性格も変わるしっていう話もちょっとだけ入ってれば、うん、まあ、ちょっとか全部でもどっちでもいいんですけど、そうすると今村さんに自然につながるかも。あの茂手作さんの話がどの辺かをこう切れないんですけど、ね、あの一番、はい、あの普通の人に身近なその、うん、気象予報士の話から入って、うん、だんだんそのスケール大きい、あのその背後にあるもの、うん、で最後には宇宙まで行っちゃうっていう順番っていうのもあるかな。そうですね、僕が梶さん、うん、私、茂手さん、草村さん、うんうんうん、私そういう意味では、うん、最後にそういうモデルとかを開発している、うん、うちらが使ってるのは結局こういう研究者の人たちが研究してきたことを使ってるっていうようにしようしたらつながるかなって考えました。荒木さんは どっちが最初か。俺はね、いやでも こんだけね、はい、人に振っておきながら俺今まだ何も喋ってないです、うん、僕は茂手作さんもどんな話どうしようか未だにどうしようと思ってるんですけど、一回来る積乱雲の話だとバイオ前線とかそういう